78.5MHz ブルー湘南をお聞きの皆様、おはようございます。地元横須賀の作曲家、藤代俊弘です。2023年4月の毎週土曜日朝のこの時間は音楽アラカルト、今月は藤代ラジオ、藤ラジを毎週お届けしております。今週も最後までお付き合いください。それでは早速1曲お聴きいただきたいと思います。ミュージカルのオーケストラピットよりお届けいたします。ミュージカルボーイフレンドよりチャールストンを踊って、ピアノ石黒ゆり、ドラム野崎クララ、そしてエレクトーン私藤代俊弘でお届けいたします。今日はですね、ミュージカルのリハーサルに来ております。明日が実は本番で、川崎のアルテリッカ新売りというイベントで、ミュージカルスプリングライブというイベントがあるんですけれども、そこでオーケストラピットで演奏をします。で、一緒に演奏する仲間が今日はラジオに登場してくれます。ピアノ石黒ゆりさんです。よろしくお願いします。ドラム野崎クララさんです。よろしくお願いします。まずクララさんは2年前の放送に、3年前かな、ちらっと、ね、トークでちらっと出てくださいました。おかげさまで呼んでくださってありがとうございます。久しぶりです。ラジオ登場は。そして石黒ゆりさんは今回初めて出ていただくんですけど、はい、実は地元三浦半島の音楽家ということで、はい、そうですね、地元が近くて、はい、ということで僕ら3人でオーケストラピットに明日は入って、ミュージカル役者さんたちが歌い踊りのバックで3人でバンド演奏をするということで準備を進めておりますけれども、いや、ミュージカルは決まり事が多くて、3人で決め事を全部やるっていうのは難しいなと思って、で1つのライブをやるにあたって大体20曲以上は来るので、
体力的にも大変だなと思いまして。そうですね、体力的には本当に大変で、今回実はピアノと歌のねボーカルスコアを見ながらドラムとエレクトのパートはねアレンジを自分たちでということで、そうですね、今回、まあ、楽しいですけど大変だよね大変ではありますね、はい、でもなんとなく僕らもご一緒するのも何回目だろうね、まだでも2回目か、3人で演奏っていうのが2回目か、なんか だいぶ長くなんかもう 5,6 年やってるような気になってるんですけどそうですね、そうもうなんかね合わせた瞬間になんとなくお互いが思ってることが分かるようにはなってきたかなっていう感じでね、ありがたいです、ありがたいですね、明日新百合ヶ丘という小田急線の駅にある小音楽大学の中のスタジオで、演奏をいたします。昭和音楽大学の卒業生がキャストで出て、今年卒業した卒業生からもうちょっと上の卒業生まで年齢も幅広いキャストでお送りしております。でバンドも3人とも昭和音楽大学の卒業生という全員卒業生でお送りしておりますので、よければぜひお越しください。そういえばそうでしたね、僕ら3人とも昭和音楽卒業生で、だから僕らの後輩たちが舞台で歌い踊り、はい、去年も僕ら3人で伴奏はねなんですよ、第2弾ということで、はい、あまり知られてないミュージカルナンバーから、まあ、ディズニーとかミュージカルを知らない人でも楽しめるような曲も入っているので、その辺も聴きどころかなと思います。はい、です。石黒さんは三浦半島の某高校出身なので、そうですね、よく来られたことあると思うんですけど、野崎さんは三浦半島にはいらしたことは、いや多分ないと思いますね。あ、本当、横須賀とか三浦とか なんかでキャンプかなんかに行ったキャンプ、はい、あ、そうなんだ、 どこだろうなあれ、じゃあマグロとか山の方そう、山と海両方だよね、なるほど、自然がたくさんあってね、美味しいもの食べました、うん、もうだいぶ前ですかね、いやもうあのバーベキューだったんですよ、あ、バーベキューね、はい、バーベキューして、はい、なかなかじゃあ来られる機会はないと思うんですけどす、ね、ぜひ横須賀三浦方面、また鎌倉とか逗子とかね、あ、鎌倉は結構あります、あ、そうですか、はい、鎌倉はある、はい、ぜひあの、はい、もうちょっと南に行っていただけると足を運ぶ、こっちから3時間かかるかもしれないですね、あ、なるほどそうか、3時間か3時間かかる、遠いですねなるほど、そして石黒さん の、はい、あの高校がこのね春なくなっちゃう、そうなの、合併が神奈川県はたくさんあるんですけど、うん、それに伴って私の高校も合併して、私が通っていた高校の校舎がなくなってしまうので、僕も高校時代にそちらの高校にこうお邪魔して演奏したこととかもあったので、うん、おそうね、そうなんです、この半島がね狭いんですよ、あ、なるほど、狭いのでもうみんなつながっちゃうんですけど、そうです、ぜひ三浦方面でもね、ぜひぜひ倉田さんも三浦半島へ車でビュンと海いっぱいあってね、はい、今日はこれからリハーサルでゲネプロと言って投資を1回ね、はい、やって、そして明日本番2回、はい、昼と夜とやりますので、皆さん力を蓄えて頑張りましょう頑張りますということで、今日のゲストはピアニスト石黒ゆりさん、はい、ドラムの崎倉田さんでした。ありがとうございました。またね、では行ってきます。ということでミュージカル付けの2日間が始まりました。今日が前日のリハーサルということで、まずは場当たり。場当たりというのは役者さんたちが実際に舞台のどの場所に立つか、照明がどの場所に当たるかなどを確認する時間です。そしてその後ゲネプロといって、実際に本番通りに通してみて不具合がないかを全員でチェックします。僕らバンドもアンサンブルの確認をしっかりしながら進めてまいります。そして明日昼夜の2回公演、1回あたり90分の公演ですので、もうみんな集中力が勝負だなというふうに思っております。ぜひお時間がある方はギリギリでも大丈夫ですので、当日券お求めいただいて、川崎のアルテリッカ新百合ミュージカルスプリングライブを検索していただければと思います。今週もお聞きいただきありがとうございました。番組のご感想ぜひお寄せください。ツイッターにて藤代俊博と検索、もしくは FM ブルーショーナー宛にメールもいただければと思います。それではまた来週この時間にお会いしましょう。